あら。将軍、全員揃って。将軍。あれだ。立派なものだろう。本当の名前はインディペンデンス砦だが、ミニツメはキャッスルと呼んできた。奪還作戦の意味が分かっただろう。なぜこの場所？なぜここを取り戻したいの？一番の目的はラジオ島だが、少し手を加えればここは強固な前哨基地になる。言ってる意味がわかるか？わかりません。確かに築600年にしては状態が良さそう。その通り、古き良き時代の産物だ。取り戻す価値はある。ミニッツメンの意気込みを人々に知らしめるんだ。俺たちの第一の目的は中庭を制圧することだ。敵の本体はそこにいるぞ。こちら側の壁が一番無防備だが、南側を迂回してもメインゲートには到達できる。おい、何をぐずってるんだ。突入してロブスターを撃ちまくれ。ダメよ。二手に分かれて挟み撃ちにしましょう。狙い放題にできるわ。待ち伏せはどうだ。こっち側に車種をずらっと並べるんだ。敵をおびき寄せる役目は任せた。将軍、どうする？急に発言しないで。なんかそっか、選べるのか。挟み撃ちか、おびき寄せるか、準備ができていない。撃ちまくれ。ちょっと待って。待って。まだ決断する準備ができてない。じゃあじっくり検討してくれ。ピンチになればもちろん助けるが、作戦はしっかり練るに越したことはない。どれがいいかね。こういうのもらっていいよね。待ち伏せするんだったらこういう地雷。すみません、将軍。おお、呼んだだけ。呼んでくれただけ。将軍って言ったら、おお、女の人。ねえ将軍、ごきげんよう。将軍だ。超将軍です。すみません。あ、なんだその。どれがいいかな。さすがにこれは分かんないな。何かね、なんかこうすごろくくじ引き、あみだくじ的な感じなのがあればいいんだけど、まあいっか、時間ないから決めちゃうか。すみません。作戦について話し合おう。お前、何をぐずってるんだ。突入してロブスターを撃ちまくれ。ダメよ。二手に分かれて挟み撃ちにしましょう。狙い放題にできるわ。待ち伏せはどうだ。こっち側に車種をずらっと並べるんだ。敵をおびき寄せる役目は任せた。将軍、どうする？おびき寄せて、いや、挟み撃ちの方がなんか見た目的に面白いかもしれないね。行動するからね。撃ちまくれ。挟み撃ちにしましょう。では二手に分かれよう。そうだな。あんたはどちらかサポートが必要な方に参加してくれ。よし、みんな将軍の作戦通りだ。移動開始。こちらが位置につくまで敵に気づかれないように。マジで？どうすればいい？どっち？待って。プレストンじゃない方がいいな。この人はこっち行くんだもんね。こっちやな。あー、でもプレストンの方も気になるな。あれ、こっち。あー、じゃあ、あっち行こう。ごめん、あっちの方がなんか面白そう。で、どうすんの？で、行くの？俺が行くの？私が？キャッスル。どうやって行くの？中にあって、ああ、行って。行って。無駄打ちしないで！あ、そういうこと？あ、マイヤラークさん？
他者？全員？他者が？そして仲間は？まいったな。どうやら巣を作ったようだ。卵を片付けないとまたすぐ戻ってくるぞ。あ、いたいたいた。ハイアライフが古い建物に住み着くんだ。きっと壁の中にうじゃうじゃいるぞ。そのようだな。では次の作戦を説明しよう。この中庭は任せる。卵を見つけ次第始末してくれ。将軍と俺は壁を掃除しよう。了解。将軍、やるぞ。なるほど。いいのかな。ああ、あんなものはもう必要じゃなくなるだろう。この人の頭はどこ行った。てかどうして頭やよく見てくれ。今の何？なんか今雄たけびあげたけど、まさか超でっかいの来るよ。何か聞こえたような気がする。うん、俺も何か聞こえたな。聞いてないぞ。やばい、死ぬ。危ねえ。ああ、死んだ。これだ。そういうことかな。火炎放射器で戦えっていう感じなのかな。ただなぁ、どこまで耐えられるか見てやろう。で、あとこれだけっていう感じ。これは何だ。これどっか出てるの。出た。マイアラークイーンなんだ。
うわー、メカランチャーとか、うわ、どうかしい。火炎放射器だ。おお、効く、効くか。これはいらない。ここに身を隠しながら、あ、なんか届かない。お前、燃料まだあるか。あ、もうないんだ。燃料ないんだ。もうねえの？燃料ありませんか？燃料、燃料をください。あ、何？危ねえ。どんどん来る。危ない。倒した。なんか
やったぞ的なのないんだな。みんなよくやった。だがまだ終わってない。将軍と俺は無線が使い物になるか調べてみる。残りはマイアラークと卵がまだ残ってたら始末するんだ。なるほど。でも一人です。昔の送信機がどうなってるか調べてみよう。こいつに電力を送り込めば、どうにか倒せたとは。まだ信じられんよ。まあ悪くはない。そいつをどうすればいいか考えてくれ。こっちは他に何かいいものが残ってないか調べてみる。電力か。どうすればいいんだろう。あ、なんかあるね。ジュート弾が。いいわ。いいわ。これ見たことないな。こいつに電力を送り込めば放送を始められるはず。ああ、何？あ、ここ拠点か。ちょっとでも時間帯あれだからちょっと朝にしますね。電気だからジェネレーター あるね。まあ、とりあえずドーン、ここにあるからここら辺でいいかな。でワイヤーを、これでどうだよ。こいつに電力を送り込めば放送を始められるはず。上じゃなくてこれをこっちだ。あれを倒したって言っても誰も信じないだろうな。そうだろうな。こいつに電力を送り込めば放送を始められるはず。火炎放射ここにあるの。あれ、どれくの人が見てくれたら、見てくれれば。あそこにある無線。こいつに電力を送り込めば放送を始められるはず。あ、でこうか。違う違う。あれ、なるほど、銃必要なんだ。最初から言ってよ。大喜び。あれを倒したって言っても誰も信じないだろうな。で、クレストンさんはどこにいる。さん、いていてた。あん、ねえ、ちょっといい。わお、やったぞ。ミニツメンがバラバラになる様を見てきたから感動もひとしおだ。これで自分たちがやったことのツケが払える。連邦全体をまとめ上げて、今回はそれを継続させなきゃならん。それでは仕事に戻ろうか。ラジオフリーダムがあればいつでもどこでもあんたに危険を知らせることができる。それで思い出したが、もう一つ厄介な場所があって、そこを調べてほしい。居住地からレイダーに脅されてるという報告があった。地図に印をつけておくので、状況を確認してくれ。もっとたくさんの居住地を味方につけないと。ああ、なんかこの人は死なないのかな。いやー、疲れましたね。
クエストいっぱいまたなんかできちゃったけど、これとこれとは違うのかな。これもあるしね。三つ目ばっか。とりあえず今回はこれで終わりたいと思います。いやーすごいね。ラジオフリーダムが午前10時をお知らせします。あ、どうも。え、本当に午前10時？皆さんの無事を祈ります。本当だ。では